水古伝水古伝108世一覧表、古代層母王虫古代層古代層は、中国の小説で読んだ駅所の一つである、水古伝に出てくる登場人物。女性、両山白第101位で、音生の生まれ変わり。あだ名は、母王虫で、波の男を2から30人を相手にしても引けを取らない、除血であることから、メスの虎に例えられたもの。夫は、 梁山泊第百位の孫心。夫婦で居酒屋を営んでおり、後先考えずに突っ走りがちな古代僧を孫心がよく抑えるという親密な夫婦である。孫心の兄、孫立の認知である東州の十里杯で、夫の孫心と共に居酒屋を営んでいた。孫立の妻の弟楽くから、古代僧の重邸である漁師会賃、海宝の兄弟が、 無実の罪で投獄されたことを聞き、学和や東雲山の山賊の数縁、数巡兄弟、さらには孫立をも仲間に引き入れて、東州の牢獄から二人を救出した。孫立は、東州軍の武漢という己の立場ゆえに初めは、協力を渋っていたが、古代僧は孫立に刀を突きつけ、断るのなら、死ぬまで戦うと脅して無理やり承知させている。その後は、両山白に、 仲間入りし、宿家層との交渉では、夫と共に宿家層に潜入して、宿家の壊滅に一役買う。入山後は、夫と共に両山泊の西山支店で、情報収集などを担当、またその後も敵地に潜入する役目を多くこなす。死神が、東ナルフで捕らえられた時には、小事女に変装して牢に入り込んだり、北京攻略戦では、夫婦で、 東楼見物の田舎夫婦を予想以上内に潜入、高級との戦いでも孫心が材木を運ぶ妊婦、古代僧が、飯運びの女に化けて、敵の造船所に火を放ってか乱した。放楼討伐では、夫婦共に生き残り、再び、東州軍に任用された孫立に従って、東州へ帰り、古代僧は、桃源賢君に封じられた。ありがとうございます。